どうもこんにちは魅力ある DIY でございます今回紹介する真空管アンプは LCR 型のフォノイコライザーアンプでございます以前このチャンネルでも2台ほど紹介してますが LCR 式は初めての制作です今回少し回路を凝って作りました LCR 式リア特性のフォノイコライザーが目的ですが CR 式にも切り替えができるように2回路をスイッチで変えられます カワーアンプに直接接続できるようにライン入力を混ぜパッシブアンプに仕上げていますカートリッジは MM タイプ MC カートリッジにも対応します2018年に制作したものですが面白いのは CR 式と LCR 式の切り替えができるだけでなく私の手持ちで出番のないような適当なトランスを使い正確リアカーブ特性を作ってみたことですもちろん 6 0 0オームの LCR 用トランスを売っているところに基本的な回路が用意してあると思いますので新規制作する場合にはそちらの回路を使います型チャンネルに2個のトランスを使い高額になるためなかなか制作する機会がなかったですまたインピーダンスが6 0 0オームと低いため回路もやや複雑になっていますヴィンテージパーツで楽しさ倍増すみませんまた自己満足の世界で楽しんでおります 未だ聞いたことのない LCR 型の音質が気になっていました定員ーダンス600オームフィルター回路一般的には専用トランスが各社から販売されて回路の定数がすでに公表されているので設計する必要はないようですまあ確かにそのようなものを作ってしまえば性能はさらに良くなると思いますが私はへそ曲がりですので手持ちにあるトランスを利用できないかと考えました 600オームの回路構築を考えた場合は、負荷が重たいので、SRPP 回路を組んで、20mA 流した場合でも電圧効果が激しく、つまりドライブしきれない感じでした。そうなると一段足してカソホロドライブにするのが簡単です。真空管の選定ですが、総三極管で高虹な玉で過去に使用したのは、12AX7、WE369A、6A98 です。可能であれば、 違う弾を使ってみたたいいと思いましたここでは欧州の 12AX7 とも呼ばれる旧ソ連 6N4P に似た 6N2P を使ってみました内部抵抗の高い球なので多くの電流が流せないため LCR イコライザーには不向きな球でもあります先行段2段構成の間を直接ドライブできません600オームドライブ用としてウエスタンエレクトリックの WE417A 前段のプレートにカソホロ回路で挿入します LCR 式のメリットを調べてみると低インピーダンスであることがローノイズであり優れている理由の一つでありますしかしよく見ると LCR 型と LR 型は減衰型のためドライブ回路だけをしっかり制作できれば回路そのものは共通で使えそうですそれならば一層 CR 型も組み込んで切り替え式で両方楽しめたら面白いですね できるだけ簡単な回路で検討し約 1.0V の出力がありましたのでライン入力と高級アッテネーターを入れパッシブアンプに進展させましたちなみにこの 1.0V とは交流信号で0 d b のことで一般的なパワーアンプを駆動できる信号電圧です使用する真空管の紹介ですここで使用する弾は旧ソ連の真空管 6N 2 P を収管 ECC83 です ヒーター電圧が異なりますが、増幅率も高く 12AX7 の欧州版として、6N4P と同じに人気があります。ウエスタンエレクトリック WE417A は5842と同様です。他に 150V 前後で2 0 m a ア近く流せる弾は多くあります。候補は 6C16 や電流を落として PTT216 の酸欠も面白そうです。溶波整流管 6Y クインシカゴ、 マジジスキックラジオチューブです1940年代に開発されたピンコートシールド付きの真空三 6.3V0.8A350V50mA の規格です最大 17.5W ですが体圧が少しオーバーしたため電流を15%くらい下げて使えましたさて標準的な6 0 0ームインピーダンスの LCR 式イコライザーは回路が決まっています 橋本とトランスなど推奨回路があるのでトランスを新規購入する場合はこの部分の回路を入れ替えると良いですさて私はわけのわからないトランス類がたくさんありそのトランスで試作してリア特性を合わせることができたのでそこでこのイコライザーアンプの製作をすることにしました右側がウエスタンエレクトリックの1.6ヘンリーこの角型のトランスを使いたいと思いましたさらに左の角型コンデンサーもウエスタン製です 強引に合わせて使いました 47mm ヘンリーのトランスは UTC 面白いスタイルが特徴ですが実はチョークコイルではなくて電源トランスインダクターが 47mm ヘンリーの場所を使っていますねえすっげえへそ曲がりなことをしています手持ちの適当な部品を減らさないといけないので使えるものは利用しますこれも珍しいと思いますが前線性で OEM のトランスです 血栓を解約16倍の小圧ができたので MC トランスに利用しました何と言っても特性が良いこと周波数特性 20Hz から 20kHz がほぼフラットですこのグレーのトランスはケンヨンのチョークコイルです内部のコンデンサーや抵抗にもヴィンテージ部品が使われていますあとは簡単なパッシブ式プリアンプにフォノイコライザーなので機能としては十分ですバッファーアンプがないわけですから カートリッジから入った信号出力は最終的に 1V 以上にならないとバッファーアンプが必要になってしまいます要はエコライザー回路の増幅率の高いものが必要です出力信号 1V を得るためにはカートリッジ出力が4 5ミリボルト必要の計算でしたが3 5ミリボルトのシュアー V15 タイク3でも問題なくならせました私は電音 DL103 が好きで使っています 50年近く同じ型番のもの、2回くらい張り折ってしまいました。今は、テノンと言っているようですね。MC トランスを通して、これも出力で4 5ミリボルトになりました。全体の増幅率が確保できました。LCR、CR を瞬時に切り替えることを念頭に考えると、レベル合わせが必要です。イコライザーの回路はスイッチで入れ替わります。CR と LCR の切り替えで音圧が変わらないようになっています。 リアカーブ特性は共に似たような性能になり音質の違いを楽しむにはちょうど良い状況になりましたカートリッジの入力負荷は2段階の切り替えをつけました標準も1 0ームに対して大きめの抵抗にするとわずかですが早い上がりになり広域に爽やか感が出てきます 真空管のヒーターは 417A の仮想度とヒーター管の耐圧が 55V なのでヒーター電圧は 100V くらいかさ上げしていますヒーターは DC 点火で製作しましたがわずかにハム音がありましたアース周りの見直しをして何度か引き回しを変えてみましたもう少し根性があればと思いますがキリがない感じなので妥協しました念願だった LCR 回路が ウエ,スタンエレクトリックのトランスを使いリアカーブを合わせることができましたあちらを立てるとこちらが立たずとなるのですがうまい具合に完成できましたこのトランスと同じものを作ることは困難でしょうから LCR 回路の部分はトランスメーカーの回路と入れ替えると良いです LCR 側のカックリングコンデンサー60マイクロファラッドですが容量がもっとあっても良いと思います 電解コンデンサーは使いたくないのでオイルコンデンサーを選びました CRLCR CR 切り替え時は一瞬グリッドがオープン状態になるのでショーティングタイプのスイッチが良いかもしれませんなお細かな回路の説明はしていませんがイコライザー素子のところで使うコンデンサーにはわずかですが直流電圧がン火されてるのがちょっと凝ってみましたコンデンサーは電圧をかけた方が音質が良くなるという噂があるためです 回路図では 10kΩ の半固定中央で 1.0V に合わせました一応説明しますと出力を一番大きく取り出すための調整です 1kHz での歪みは音量マックス 1.0V 出力時入力側 5mV で信号を入れ CR 型は 0.34%LCR 型0.37%の歪み率特性でした私はレコードプレイヤーは2台あり 1>, 1台は50年も前に買ったプレイヤーですが今でも現在です10代後半の頃に買ったものですがコンデンサーを総入れ替えしてオーバーホールしてあります良いものを買っておくと一生使えますね私が買った1台目のカスタム仕様のレコードプレイヤーです今にしてみるとこれだけのものを集めるのは大変ですねキャビネットビクター CLT1 ターンテーブルビクター TT81 アーム サイク、WE308 ヘッドシェル SMES2 カートリッジシュアー V15 タイプ3デノンの DL103 好きなレコードはキャンディーズランちゃんは少し年上だったので私は年下の男の子でしたね今回はここまでですまだまだ色々な真空管アンプなど制作していきます今後も見逃したくないなぁという方は今のうちにチャンネル登録と その隣のベルマークのクリックを押していただきますと、投稿時に連絡が行くようになります。ここで紹介した回路図など保証はできません。ご利用される場合は、自己責任でのご利用をお願いいたします。このアンプに限りませんが、真空管は高電圧の電源を扱うので、制作される場合や、参考にされる場合、感電事故など内な容、十分にご注意ください。今回の内容を楽しんでいただけた場合は、 グッドボタンをぜひお願いします。ご視聴、どうもありがとうございました。